はい、かおりんさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんばんは。いよいよシニアグランプリも始まりましたね。かぶくんもさらに忙しくなりますよ。覚悟はいいえ、今日はかおりん、あこのコメントを昨日もかぶくん会で話さなきゃって思ったのに、また、間違えてひギュかいで話しちゃいましたね。うん。まあ、でも、読んじゃいましょう。今日はかおりん家、久々に家族4人の休みが重なり、斎藤様のお住まいの都道府県のアウトレットに行ってきました。 が、ブラックフライデー前であることをすっかり忘れてまして、アウトレット空い,て空いてましたよ。あまり安くはなかったけど、仕事用にパンツが欲しかったんで購入。エスチンはゴルフ、服が安かったようで途中で合流したときは大きな紙袋を持っていました。私がこのアウトレットに行くと夜斎藤様とコメントやりとりができ,ちゃできちゃうんですが、なんと今日も偶然コメントいただ,いた,だいたんですよ。 一心伝心かしらなるほど、うん。さて本日土曜日は次女が年に数回の土曜日出勤日だったんです。でも同じ職場のおばさまに休み休みと言われたようで、えまだ社会人2人目なんで、有給休暇は少なくて、長女と違い次女はすぐに熱が出るし、 コロナやインフルにもかかるから、その時のために有給休暇を取っておきたかったみたい。おとなしいタイプなんで嫌われるのを恐れ、仕方なく今日は有給でお休みにしました。これってある意味パワハラや、と家でブツブツと言っていましたけどね。長女は何事もプラス思考、ああいえば、ああえば丈介タイプ。え次女はおとなしくダメと言われたことは絶対守るタイプ。 うん、同じ遺伝子から生まれた娘ですが、どうも、育、え、つ、ー、家庭で遺伝子組み換えが行われたようで、どうしてしまうにこんなに違うのか、いつも疑問に思う母でした。不思議よね。子供が複数いる人のいる家庭の皆様、そう思いませんかまったね、ということですね。ああ、でも、弟と兄、全然違うタイプだったりしますね。あなんか、あの、お姉ちゃん、 とかお兄ちゃんのを見て、あ、自分はこうなんないっていう風になるから、弟とか妹ってそうなるのかな？っていう風に思ったりもするんですけどね。うん、お姉ちゃんがこうだから、私は違う方に生きるみたいな。全くタイプが違うみたいな。お姉ちゃんを見て妹のタイプ性格が変わるみたいな。そういうこところはあ、あ,あ,ありそうな気もしますけどね。そん、あれかな？うん。でも姉妹がもし仲良かったらそうはなんないのかな？ うん、はい。マントマン・クレヨンさん、よろしくお願いします。吉岡選手、期待しちゃいます。うん、彼がクワードを複数装備した,がるのし,たしたらどうなるんだろうっていうことも考えていました、うん。ジャンプの質だけではなくて、スケーティングが伸びる伸びるで、かなり選手の中で狙った綺麗な滑りだと思いました。え素人目で偉そうにごめんなさい。すべてが良かったです、うん。注目していきたいと思います。 デニステン選手をしたのも効果、あそうなんですね。効果も出ます。へあ何あの、吉岡選手ってデニステンをしたんですね。今知りました。なるほど、へあそうなんだ。そう、吉岡選手、あの、びっくり,っくりというか、あの、すごい、今年の中で、あのグラ、グランプリシリーズ、国内大会とはもう全然違くてびっくりでしたね。うん、相当練習した可能性がありますよ。うん。 えー、ユーズのエアさん、カブさんまたグランプリ大会の他にいろんな大会があくれてましたね。カブさんまた怒涛の日々ですね。寝不足にならないように気をつけながら頑張ってくださいね。うん。いや、本当ですね。まあ、あの、体調も、まあ、すごい万全っていうわけじゃないので、ちょっと注意したからね。うん。あの、でもね、グランプリシリーズだけは時代は、 結構すすぐに見終わっちゃいますねなんかだから、ジュリアグランプリよりはもう本当に楽。うん、昨日なんか力入れて、もう見ようかなと思ったらあっという間に終わっちゃったんで、このペアも。うんえー、そして、マントマン・クレヨンさんごめんなさい。編集するつもりはコメント削除しちゃいました。えフィギュアスケート芸、雪カ間さんが言うなら間違いないですね。スピン、ステップ、ジャンプすべてに高い GOI、e。いや、いや、今からオリンピック怖いです。 エヴァンジトリオや他の日本、若手日本選手に期待します。あ、これはなんだあ、アダム・サワーくんね。なるほど、アダム・サワーくん。うん。アダム・サワーくん、ちょっと,色々と、いろいろ、いろいろびっくりですね。いろいろと。うん。あの、ちょっと昨シーズンよりも4回転ルッツとか決めたりとかして、うん。すごい調子いいですね、今ね。波に乗ってますよ。うん。 えー、千秋さん、よろしくお願いします。かぶくん、スキアアメの配信。最初、映像が取りレれ取りれで、今、うちの Wi-Fi の調子が悪くて、30日に工事する予定で、キャー、Wi-Fi がつながらなかったって焦ってしまいました。えー、配信の電波が悪かったのね。うん。スキアメ見て、全日本のノービス見なくて、えー、見なくてはだったから、びっくり。ほんと心臓に悪い。 うん。たっちゃんは残念だったけど、吉岡君、すごく良かったね。全くの別人。何があそこまで変えたのうん。く君も良かったんだけどな。四回転フリップがちょっと残念。成績も大事だけど、今期は成績よりも変わったって言ってもらえるような滑りがしたいと言ってたけど、く君も表現力がかなりアップしてきてるよね。でも、今日のフリー頑張って何が何でも2位になってほしい。だって、グランプリファイナルに向けて、2戦目のエスポーは、 サイド、ケビンに、チュンファン、マッテオ・リッツに、カオ君、コウショロ君の、えー、指しれな戦いだから。うん、本当に、えー 3, えーとね、3分40秒のマッチーカヘツテレ朝のダンスショートの放送を見たいところなんだけど、今頃カブ君にコメントをしてるから、絶対に起きられない、うん。きっとリズムダンスも、ペアフリーステイティングもアーカイブだったと思う。どうしてショートからはリアルタイムで見れるよ。今日はリーナさんのショーマ君も、 見なくてはいけないので、きっと大忙しだと思うから、寝ます。おやすみなさい。これ何、何分前のことですかね。12時間前か。あ、ってことは、そういう、12時間前ってことは、18時、ああ、深夜ですね。確かに日本時間は。ねということで、あの、そうですね、吉岡望君、何がそう変えさせたのか、まあ、グランプリシリーズに出るっていうことで、 あの恥ずかしい演技、こんな演技をしてたらいけないってね、彼は確かどっかの大会で言ってましたんで、そういったところからもかなり覚悟を持って練習したんでしょうかね。うん。あの、佐藤俊君も、あのね、90点超えてきて、かなりいい評価出ましたよね。うん。やっと評価されてきてるなっていう気がします。うん。やっと。あの、これまでが評価されなさすぎて,て、ちょっとびっくりはしたんですけど、やっと評価されたなっていう感じですが、 でも、まだできますね。まだできますよ。しゅんくんは。うん。え、ひでみくまざきさん、よろしくお願いします。かむさん、こんにちは。しゅんくんの衣装は、X のポストを見る限りは、評判いい感じですが、前の衣装はもう悪くなかったんですが、フイリーとかちょっと可愛い感じもあって、 ドリーム・オアイスの頃よりもどんどん大人っぽくなってきている春間に合わなくなっている感じがしました。新衣装はよりシリエットの美しさが際立つ感じでデ、デザインも大人っぽく曲の雰囲気に合っていると思うんですが、真っ黒だと入らないんですが、上半身はシースルーで、ところどころのキラキラの加減もちょうどいいと思います。背中のデザインも素敵で、後ろから見てもかっこいいです。もう少し赤が目立すとより超絶的に見えると。 見えるとは思いますが、個人的には髪はもう少し長めの方が大人っぽく見えると思いますが、衣装がつなぎで、よりスリムに見えるんで、あの短い方がバランスはいいかも、うん。演技についてですが、海外の記者とかの評,評価は高いようで嬉しいですね。うん、ジャッキー・ウォンさんは、シュン・サトにやっともともと PCS が出た的なことをおっしゃったようです。SP はフィンランディアで、 シットスピンの腕の動きがより表情がありました。最後のスピンもフィンランディアの時よりもキレがあって、最後まで集中できていたのかなと思います。三宅さんとコーチから大人の男の色気を意識するようにと言われているようですが、意識した側と簡単に出るものではないので、日立は持っているものかと思います。 他の選手の単語の演技動画を参考に見ているそうですが、やはり高橋君の演技をよく見て、目線の使い方とかを参考にしているみたいですね。昨日の公式練習のきっかけの演技がすごく良かったと現地に行かれている方がおっしゃっていました。えー、試合は練習ほどはできないかったけど、試合後のインタビューによると、本人は初戦としては良かったと言っています。 ショートは木下から試合ごとに4点ぐらいずつ点数上げてきて、あ、確かにですね。次は4回転フリップを決めて95点超えかなと予想。希望。うん。自信がついたことでもっと伸び伸び演技ができるようになると、ジャンプの GOE ももっと上がってくるのかなと楽しみです。えー、今日のフリーも楽しみです。カマさんがこのコメント読まれる頃にはもう試合終わってるかもですが、あれもう試合ってこれ、今日って女子のショートです。男子のフリーもやるのかなね。 ちょっとこれからね、見ていこうかなって思うんですけどね。うん。だから、そう、シュん君ね、評価されてきてよかったです、ようやくね。うん。今回も91点超えましたからね。うん。でも、まだ、まだね、いけるよ。まだいけると思いますね。そんな気がします。木下から4点ずつねあ、上がってきてますね、確かに。確かにね。うん。東京ブロック80、確かに、うん。ちょっとずつ上がってきてます。うん。 はい。おはりこさん、どうもです。シュンクの衣装は、画線良くなったと思います。え、彼は幼く見えちゃうから、シュッとして大人っぽく見えていいと思います。あと、つなぎタイムで、切り替えが腰よりうなんで、え、足長効果あ、足長効果です。あ、なるほど、足長効果。うん。さて、ノービス女子 A、B も少し見たんですが、ノービスなのに、トップは構成が偉いこっちゃ。その中で、私が衣装を作ったシマ選手が、ノービスビルデに、おー、やったね。ふふふ。 でね、ヤフーニュースに単独ね、ニュースに載っちゃったよ。写真もきれいに撮ってもらっていた。もう嬉しくて報告しちゃいました。いや、これはおはりこさんも、ちょっと、ドヤ顔になっちゃいますね。ちょっと見てみますね。あの、ノービス僕、昨日見ようと思ったら、昨日も話したんですけど、あの、なんだっけ、ライブで見なきゃいけなかったっぽくて、あの、アーカイブ放送まだ出てないっぽいですね。でも今日は出てんのかなねえ、あの、ちょっとね、グランプリの女子を、 ショートがあると思うんで、まあ、それを見たらちょっと確認してみる多分なんか全部が終わってか,からしか見れないのかな。で、ちょっと確認してみますよ。おはりこさんが作られた衣装、もう共にチェックしますね。<laughs> はい。うん。八嶋選手、注目ですよ。うん。え赤、ー、マリンさん、よろしくお願いします。ニースの B 級大会、アダム・シャオクリープ,プログラム189.57、総合298.61。 えー、4回転ルッツ点と、4回転とルオーバーターン。オーバーターンとかオーバーターンのことですね、オーバータン。トリプルアクセル、ダブルアクセル。4回転されこう、四回転トトリプルとト,トリプルアクセル。うん。1、2、3、4、5、6。あれジャンプって6つだけえっ、ー、と、ステップシークエンス、トリプルルッツ。あ これか。トリプルエッシングルエイダー、トリプルサあ、これですね。7つですね。フライング、コンビネーション、スピン、レベル4。これをシークエンス、バックフリップ。足換えのコンビネーション、スピン、レベル4。足換えのシット、スピン、レベル4ということですね。えボートジャンプ2本見られてでも、後半リカバリー、バックフリップはもちろん減点マイナス2。まあ、B 級大会なんでえ、シーズンベース残んないから気にしてないのかなえ。GP では減点がもったいないからやんないよね。うん、どうでしょうかね。 あの、ね、フィン、なんだっけ、チャレンジャーシリーズの時だっけは、やってなかったですもんね。うん。なんか最,最初に、スライドをした後に、あの、ジャッジのとこに行って、アピールして、ちょっと助走して、えー、なんか測定をやって、その後に、なんか、あの、こう、なんだっけ、えー、スパイラルシーク、スパイラルっぽいことをやって、こうスピンに入るっていう形でしたよね。だからバックグリップは、本当に、 バックグリップ入れることによって、流々になっちゃってますけどね。どうなんですかねいや、いや、多分やんないと思うんですけどね。ねでも今回も B 級の大会だったからやったっていうことですよね。うん。やるんだったらもっとお客さん入ってた可能性もありますけどね。うん、どう、どうすんだろうね。うん。でもマイナス2点、2点って結構大きな減点ですよね。これをシークエンスの基礎点で3点でしたっけでかね。でもまあ GO 位、e、入るからまあ、 ね結構 GOE がもらえると思うんで。うん。あれかなでも疲れてる中でやってるわけですからね。うん。やっちゃえっちゃんさんどうもです。アダムくんまたやったんですね。競技者はルールの中で行わなければならないと思ってるんで、たとえ B 級であっても許せないと思う。とっても残念ですと。あ、ねえっていう感じで。うん。そう。僕もね、そういうふうに思ったんですけど、あの、でもこのアダムくんの、 これをシークエンスの中の、なんだっけ、バックフリップ、ちょっと、なんか、うんって思いましたね。うん、ジャッジに対して、ジャッジたちはどう思ってるんでしょうかね。うん。えー、天棚様よろしくお願いします。アダム君どうしたのなんか遊びすぎだよ、えー。グランプリシリーズの競技が楽しみです。ルールという厳しいサイトの中でみんな頑張ってるから。うん。ショマ君と戦う前、アダム君フランス杯があるから。 力尽くさないようにいい勝負してね。うん。フランス大会ね。フランス大会。フランス杯ですよ。ねえ。エンジェルっていうところで確か試合があると思う。フランスのパリの元南の方ですね。ねそこで試合しますかどう,どうしますかその時ね。うん。グランプリがさすがにやんないと思うんですけどね。やったりして。ゆうこさん、どうもです。失敗をした時のリスクを考えると、盛り上がったとしてもやめた方がいいような気がしますけどね。 うん、あの結構ね、着地もね、危ない感じがしました、確かに。だから、しかも後半で疲れてる中でやってるんで、危ないっちゃ危ないですよ、確かに。うんえ古式からからさん、よろしくお願いします。こんにちは。トシのショートが終わったところです。ルアフィンさん、圧巻の踊り。あ、本当ですか。ミスありでのあの点数。そして、ゴージャスなアンバー。アンバー、アンバーグレーのことだね。ジャンプに緩めのな、緩めの付け網のはずですが、 モネちゃんがしっかり刺されてます。えー、これが厳しいケからなったら、60点はいかないと思います。あ、マジか。マジか。出ちょっとやはり着氷を直さないと、世界で戦えないですね。ですよね。脳みさったのに。あー、なるほどですね。ちょっとね、今ね、実は起きたばかりで、これから女子のショートを見ていくんですよ。あ、そうだったんですね、モネちゃん。なるほど、なるほど。うん。で、ムザヘンちゃんが感のよどりだったんだ。ちょっと見て、チェックしてきますね。なるほど。うん。 ほんなちゃんはえー、アクアマリンさんも言ったです。えー、スケアメ女子のショートルナヘがトリプルツ、トリプルトーループがアンダーローテーションでしたが、ステップとスピンの加点で、と、PCS で1位スタート。うん。スケア目前、フロリダで日焼けした方と、セクシーな衣装が合ってる。フロリダにいたんですね。あ、なるほど、そういうことなんだ。 うん地元テキサス出身、アンバーグレーンは、ノーミスの演技でミー。子供の頃の、スケートの先生や祖母、友人などが応援に来ていて、すごい声援。先月、表情で他の声援と衝突して、脳震盪と、あ、さっきちょっとこれ読めないですね。眼下抵抗してるのこれは。でもかなで、レプラー界 WD したけど、元気され良かったと。あ、そういうことがあったんですね。えヘビ衣装、イザボー3位。ヘビザ,イザボーが3位。トリプルルッツー、 アテンション足すトリプルトーンの着用はタイトうん。珍しくスピンで見スあ、本当ですか。命に関わることもある。再生不良性貧血から回復した。ペトロティナは4位でかっこいいプロ。トリプルフリップ、トリプルトーン、アンダーローティが良かったと。なるほど。うん。え、グランプリシリーズデビューの千葉さんは5位。トリプルフリップ、クォーター足すトリプルトーン。トリプルツがアンダーローティ、滑りが良かったです。え、カーさんが6位で、えー、 ルッツとフリップ両方ともアテンションを取られたけど、リカバーリーが出てて良かった。スピン3つともレベルを取りこぼす。うん、今季はジャンプ前でアピールするのが流行り。あ、ジャッジ前でアピールか。ジャッジ前でアピールするのが流行りなのかな。確かに。うん、新衣装の吉田花ちゃんは、アクセルが1回転にあ、そうなんですね。シングルアクセルに。同感で0点になったのが痛かったと。フリープログラマー頑張って、8位に入ってポイントをゲットしてほしい。マリアルガの男子リト・ ビドベンチェフとランストラシオカナダと一緒に並んでほしくなかったと。あ、一緒に並んでほしくなかった。ほしくなった。欲ほしくなったか。なるほど。ということですね。あ、そうなんですね。なるほど。うん。という感じみたいですね。そっか。吉田はなちゃん、残念でしたね。え、ルッツとかは決まったのかなちょっと確認していきますね。うん。はなちゃんはフリーの方がね、得意な気はするんですけどもね。うん。えー、 マルディンさん、よろしくお願いします。フィリア、アダム君のバックフリップについて、危険技、うんぬんよりバックフリップで怪我や打ち所が悪く死亡につながった時の責任の主体がどこにあるのかとのことで、IS が主催の試合でルールとして禁止になっているでしょう。ただし、試合の後、エキシミさんでバックフリップをする選手もいますよね。 姉さん、祈願とか、エキシビションに関しては、おそらく個人責任としての契約とかも設けているんでしょうね。アイスショーでの責任の主材は、やはり主催者側にあると思いますよ。アイスショーでもえ事故は起きる可能性はあるので、期間中は補給をかけていると思いますね。私の参加している自治会で、夏祭りを主催していますので、 5人程度の保険を夏祭り開催場所と時間においては、えー、事故が起きないとは言い切れないので5名分くらい保険をかけて開催します。だから、たとえアダム君が試合でバックフリップをしたら禁止なんで、 マイナスにでの罰則があり、たとえ怪我をしても責任を負うことはないです。今回、B 級試合でもバックフリップを実施するということならば、アメリカ大会フリーで入れてくるとしたら、やっぱりアダム君の表現には必要なんでしょう。もちろん、減点覚悟で、怪我を負ったら自己責任でね、アダム君自身は補給をかけているかもね。確か、バンクーバー五輪での前に、キミオナさんは足に補給をかけていたんです。あ、本当ですか。え金額は1億だったかな 試合の途中で足を怪我したら、金も何もか終わってしまうわけだから、あ、え、木村その知らなかったですね。足に保険をかけて、そんなことってあるんですね。足に保険をかけてたっていう。ね、お、これちょっと本当だったら驚きですね。アダム・サオ君って、もう多分僕のあれなんですけど、もうこれをシークエンスの中で、もうやることを全部できちゃったから、もうバックグリップしかや,やれることがもう残んなくなっちゃったんですかね。 うん、あれ以上のアクロバティックなことって、もうバックフリップだけになっちゃったから、うん。でも、測定、測定とかも結構危ない気もするんですやってますし、うん。もう、あれ以上アクロバティックなことはもうバックフリップだけになったからっていうことなのかな。それとも、あの、バックフリップを、あの、ルールの中で認めてほしいっていう、まあ、そういった気持ちもある,あるんでしょうかね。うん。なんかね、曲の中でね、は、あの、今回の曲の中で、結構ね、 同化させていて、まあ結構、プログラムの味を作ってしまってるっていうところがあるので、悪い気はしたいんですけど、まあルールでダメって言われてますのでね。うん。まあでもグランプリシリーズやるんでしょうかね。うん。はい、というわけで、これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。